て、その調査の可視化が行われているんですね。この疑念を持たれていない。なんちゃら、どうですか。やってたじゃんね。あのですね、そのリハーサルの問題はですね、もちろんこんなことがあってはならないことなんですね。それはもう当然よく知ってますので、まさにそのリハーサルというのは、次に行ったかと言いますと、ハーフの人が考えると、そういう問題自体が、要するに、ハーフの旅行を持ったなんて、単位が来てくるんです。どうしたらいいんだろう。多分、教員も緊張して止まったんだと思います。ですから、ちょっと、その、リハーサルやってみようか。みんなのこう、ついにやってしまったんだと思いますね。退室から退室まで、すべてを録画するということが、教室の一つの一つの一つの今の施設ということなんですが、入室から退室までっていうのは、取り締まり全部の人にくれっていうことがあるのは、ちょっと難しいと思います。もちろん、これも事件もあります。